エスペランサ・スポルディングはアメリカのマルチ・インストゥルメンタリスト。主にジャズ・ベーシスト、歌手として知られているが、その音楽ジャンルは多岐にわたる。オレゴン州ポートランド近郊のキングに育ったスポルディングであるが、自身の告白によると、ゲットを的な、ちょっと怖い場所だったという。母親はシングルマザーとして彼女と彼女の弟を育てた、勤勉な女性だった。 アフリカ系アメリカ人、ウェールズ及びスペインの血を引き、ウェールズ、ヒスパニック、ネイティブアメリカンにアフリカからの古いルーツを加えた多様な民族的遺産を受け継いでいるという。母はウェールズ、ヒスパニック、ネイティブアメリカン系で、父は黒人だったと自身が語るように、彼女の黒人としてのルーツは、父親からヒスパニックとしてのルーツは、 南カリフォルニア出身で、キューバ人のウバとして働き、スペイン語を覚えた母親から間接的に受け継いだものだという。スポルディングはこれらの影響を人生における他の様々な要素と合わせて自分を形成してきたものだと語っている。さらに、ブラジルを含めた他の文化にも興味があり、各言語特有の芸術性に敬意を表している。特に、ポルトガル語については、 ポルトガル語の歌というのはメロディと言葉が本質的に絡み合っていてそれでいて美しいとコメントしている。実母はかつて歌手のような仕事をしていた時期もあったため娘エスペランサの音楽への興味を尊重している。エスペランサも音楽を追求する上で母親からの強い影響を認める一方、4歳の時にテレビ番組で チェリストのヨーヨーマを見て感激したことも音楽家を志すきっかけになったという。5歳になるまでにはバイオリンをマスターし、オレゴン州の地域の集まりで演奏するようになっていた。幼少時はずっと体が弱く、小学校にはほとんど通えずにホームスクーリングで教育を受けていたが、その後ポートランドの北東部にあるキング小学校に転校する。そこで、 エスペランサが8歳ぐらいの時に母親が大学へジャズギターを習いに行っていた時の教師をつかせる。エスペランサ曰くギター教室に連れて行ってもらった時、私はピアノの下に座っていたの。家に帰ったら母と先生が演奏していた曲を自分でもやってみていた。高校でダブルベースを始める前にはオーボエやクラリネットを演奏していたこともある。また、英語。 スペイン語、ポルトガル語で歌うことができる。イタリア・ペルージャ州のウンブリア・ジャズ・フェスティバルで演奏する、エスペランサス・ポルディング・チェロを希望していた時期もあったが、アートスクールの名門校である、ノースウエスト・アカデミーの奨学金を得たのをきっかけに、ベースへ転校した。理由は、特に選択を絞ったわけではなく、その独特の形と音に共鳴したからだという。また、 朝起きたらそこに相棒がいたという感じと形容している。その頃までに音楽の授業で何度かベースを手にすることはあったものの、本格的に弾いたことはなく、他の楽器の上達には限界だった頃もあったという。バンドの担当教師に彼女の最初のコンサートで演奏することになるブルースのベースラインを教わってからは毎日ベースを弾くようになり、 やがて虜になっていったようである。14歳の1年間を過ごす。しかし、幸福が肌に合わず、最終的に、緩くて退屈という理由で中退している。15から16歳頃には、ローカルバンド、ノイズフォープリテンドへ歌詞を提供するようになり、心に留まったあらゆることを題材にしていたという。声を守る程度のボイストレーニングを受けたことはあった。ものの、 ノイズフォープリテンドのボーカルとしてデビューする前はシャワーの中でしか歌ったことがなかったと語っている。創作活動から演奏活動へと彼女の欲求は自然と移っていったがメロディとボーカルとをうまく噛み合わせようとしながら演奏を続けるうちにこの二つを両立させることの難しさを実感するようになっていた。2008年のインタビューでは 観客の心をつかむ歌手になるということは本当に大変なことで、そのためには感情をどう表現するかという責任を持つこと、視やメロディへの理解が必要だと思った。それが優れたベーシスト、バンドリーダーを目指すきっかけになったと語っている。GED を突破し、高校を16歳で卒業すると音楽特待生としての奨学金を得て、 ポートランド州立大学に入学する。ここでの彼女は、当学史上、最も若いベース奏者として記録されている。先輩からの指導を一切受けなかったのにもかかわらず、教授陣は、彼女の才能を見出さないわけにはいかなかったようで、ベース担当の教授から、バークリー音楽大学への転入を勧められた途端に、オーディションにて、全額の奨学金を受ける権利を得てしまう。 この奨学金を目の前にしてエスペランサは生活に困窮しており友人に寄付のためのコンサートを開いてもらってボストンへの航空費とわずかな余剰金をやっと稼ぐという状態だったそのお金も長くは持たず最寄り駅から2マイル離れた町に住み華奢な体のエスペランサが重いベースを担いで往復するバークリーでの生活は楽ではなかった すっかり疲れ果て、音楽の道を諦めて、政治学へ転校しようとしていたとき、ジャズギタリスト、作曲家のパッドメッセニーに、その未知なる才能を買われる。10代の頃から、オレゴン州のポートランドにあるクラブにて、演奏活動をスタートさせており、15歳で、ブルースクラブにデビューした際には一種類の、ベースラインしか弾けなかった。 デビューライブでセッションした一人が語るところによると、彼女は、しっかり何かを学んでいたようで、一年が経つ頃には、一人前の演奏を披露するようになっていた。エスペランサも、ライブは、自分のそれまでの経験以上のものを引き出すための、チャンスと捉えていたようで、一緒に演奏するミュージシャンを呼び寄せることを、絶好の機会と定義していた彼女は、ライブを通じて、リズム感や、 演奏技術を磨いていった。パティ・オースティンは、バークリーで一年次を終えたばかりのエスペランサを、エラ・フィッツ・ジェラルドをトリビュートするための世界ツアーに、シンガーとして抜擢する。2008年のインタビューでスポルディングは、サポートシンガーとして同行するにあたり、同じ曲を演奏する場合でも、毎回趣向を凝らし、エネルギーを保ち続ける方法をこのツアーを通じて、学んだ。 と改装している。オースティンのバンドには3年間定期的に参加していた。同時期にはバークリーにてサックス奏者のジョー・ロバーノに指示、その後ロバーノのツアーに同行する。トリオ、カルテットを経て最終的にクインテット編成の u s 語となり、ニューヨークからカリフォルニアまでのアメリカ横断ツアーを行った。自分に 先天的な音楽の才能があるとは考えていない。どこに行っても、天才たちに囲まれていたりするけど、それは、多分彼らが私より、キャリアがあるとか、女性でないとか、メジャーレーベルに属していないだけのことだと思うし、そもそも天才的な人々はそんな細かいことは気に、しないものよ。エスペランサ2005年、ボストンジャズソサエティから、 個人賞を受け、奨学金を獲得している。同年、飛び級で早々に、バークリー音楽大学を卒業したスポルディングは、当時若干20歳にして、同学における、最年少講師として迎えられる。講師として、スポルディングは、各学生に練習日記をつけさせ、これをもとに、各人の力量を把握して、さらなるスキルアップを図るための練習法を、 サポートしているという。2008年には、火星理論など、複数の講義を担当するまでになったが、現在は、バークリーでの教職から距離を置いている。以降、現在まで、テキサス州オースティン在住。ジョンジョ、エスペランサ、チャンバーミュージックソサエティ、ラジオミュージックソサエティ、エミリー SD ・ sd エボリューション、エクスポージャーの6枚のアルバムを、リリース済み。 デビュー作はトリオ編成での演奏で、エスペランサのリーダー作の形式を取りながらも、実際は共同作業の結果であると語っている。続くエスペランサは自作曲を増やし、曲ごとにベストなミュージシャンを選んだという。ポップマターズのエドモラレスは、第2作エスペランサをジャズ、フュージョンを下敷きに、ブラジル音楽やヒップホップに至るまで、 見事にコラージュして見せていると評した。ボストングローブのシッダール・タ・ミッターは、同作を大きな変化と位置づけ、伝統的な手法に則っ,ってはいるものの、エスペランサス・ポルディングというアーティストを知るのに、格好の一枚と評している。これらのアルバムの他に、エスペランサは、フォープレイヤー、スタンリー・クラーク、クリスチャン・スコット、ドナルド・ハリソン、 ジョー・ロバーのニーニョ・ホセレ、ナンド・ミシュランやテレーザ・ペレズといったアーティストたちとコラボレートしている。2004年にバークリー音大の副学長を務めていたゲイリー・バートンはエスペランサを素晴らしいタイム感があり非常に複雑な曲も難なくこなせる演奏家だ。さらに彼女は自分のスタイルがアップビートにあることをよく理解していると評している。 ベンラトリフは2006年7月9日のニューヨークタイムズにブロッサム・ディアリー・ナミの聖域を駆使したハイトーンを持ち白チュームのような静かな歌唱も聞かせると書き独特な女性表現があり高い声と低い声では印象が全く異なるとも書いている2008年5月26日には同じクラトリフがニューヨークタイムズに彼女の核となる才能とは その流麗なベースプレイと小じんまりとしたボーカルを軽快で弾けるようなサウンドへと意図も簡単に消化させてしまうことだろうと書きながらもそれでいて彼女の音楽は上品さを失っていないとしているさらにスティービー・ワンダーとエイン・ショーターのスタイルを融合しつつもネクストレベルへと引き上げているような力があるとはいえ彼女の生み出すグルーブは親しみやすく基本的には ミュージシャンタイプであるのに、まるでシンガーソングライターであるかのような印象を持たせている、とも付け加えている。パッド・メセニーはいろいろ言われているけど、彼女は僕がこれまで会ってきたミュージシャンたちの誰とも似ていない。彼女のユニークさというのはあの素晴らしい演奏スキルに裏付けされたものだと思うよ。つまり彼女は自分の中にある感情やビジョン。 エネルギーを表現する類いまれなる才能があるということだねと語っている。26ノーティシアスのアンドレ・キンテロスは2008年10月28日の記事でスポルディングを今日のジャズシーンで最も素晴らしい才能を持つ一人と書いている。自身が影響を受けたジャズベーシストとしてロン・カーターとデイブ・ホランドの名前を挙げている。カーターからはオーケストレーション。 ホランドからは独特の作曲手法を学んだという。サックス奏者のウェイン・ショーターについては、私のヒーローと語っている。ブラジル音楽も自身の音楽の重要な要素であると、し、その影響は彼女の作品に色濃く反映されている。フュージョンに強い影響を受けており、40年前から現在に至るまで音楽という文化に、 モダンなサウンドを提供し続けている、素晴らしい発明品と語っている。現在のジャズについては、すでにそのルーツからは脱却し、ストリート性や黒人文化との関連性も薄れ、成熟したアートコミュニティとして親しまれていると考えを述べている。デビュー間もない頃にはジャズを、ダンスミュージック、また自分自身をクールだと考える、若者のための音楽とし、ジャズが、 ヒップホップやネオソウルといった音楽と同等の役割を果たすとの心情を披露している。2009年12月10日、ノーベル平和賞コンサートで演奏するスポルディング・エスペランサは女性としての魅力ではなく、自身のミュージシャンシップを評価してほしいと強く望んでおり、女性ミュージシャンは女性であることを重視した活動を、 過度に行わないような責任を持つべきだとの考えを表明している。また、女性ミュージシャンとカテゴライズされるだけでなく、特定の音楽ジャンルにカテゴライズされることも嫌っている。共演するミュージシャンにも偏見を持たず、ジャズとは疎遠なミュージシャンたちとも積極的に共演する機会を得たいとしている。ビヨンセのようなポップミュージックの有名アーティストとも、 共演してみたいと語っていた。手本としたいアーティストもマドンナからオーネットコールマンに至るまでジャンルを限定することなく自分に自信を持てるアーティストを目指したいという作曲活動を継続することの重要性も強調している。また自分が選択したアートフォームがマスターするのが難しく学ぶことがたくさんあるものだったことも認識しているという 2009年12月10日、オスロシティホールで開催された、ノーベル平和賞受賞式にて、米大統領、バラク・オバマの名誉を称える演奏を披露し、翌日のノーベル平和賞コンサートにも出演。スポルディングは、オバマの個人的なお気に入りアーティストとして招待されている。米国における最大のジャズフェスティバルの一つに、数えられる、ユタ州。 パークシティのパークシティジャズフェスティバルにて2009年度初日のトリを務めた。最後の演奏では同じ日に出演していたベーシストのブライアン・ブロンバーグ、ショーン・オブライアン・スミスとの共演も見られた。2010年の2月7日にはエスペランサス・ポルディングがグーグルにて世界で2番目に多く検索されたキーワードとなった。これの要因となったのは 前日に放送されたオースティンシティリミッツでのパフォーマンスに対する反響であった。ありがとうございます。